令和の虎、オールオアナッシング。お疲れ様です。ありがとうございます。お待たせしました。ありがとうございます。はい。いきなり来ました。唐突に安藤ちかです。まずは、ちかちゃんが、ここのお店の名物のつけ麺を食べます。はい。足立さん、ちょっといいですか？はい。はい。自慢のつけ麺だそうですけれども、はい、どこが一番売りですかね？やっぱり麺がツルツルで、残しがいいので、うん、はい。はい。一口食べると、はい、あ、違うなという。ああ。このつけ麺さんとは違うなと思っていただけると。つけ麺食べるの？つけ麺大好きです。大好き？よくいろんな店に食べに行ってたんです。マジか。はい。うん。じゃあちょっと、君のその、肥えた舌で食べてみてください。はい。いただきます。はい。すごい。タレってすごい。めちゃくちゃ美味しいです。めちゃくちゃ美味しいんかい。麺と硬さも、うん、ちょうどいい感じで。うん。硬すぎずやばい。せっかくだからこのね、はい、収録の時も持ってきていただいたこのチャーシューを。美味しそうやね、このチャーシュー。すごい美味しそう。うん。めちゃくちゃ美味しいです。うん。めちゃくちゃ美味しいばっかりかよ。食レポできないぞ。やっぱりつけ麺一番出ますか？そうですね。今のところこのお店でも、6割は、つけ麺を頼んでいただいております。はい。はい。これは、豚骨ラーメンですね。豚骨ラーメン。足立さんのところってもう名前が俺豚骨なんで、はい、基本的には、最初こっから始まったって言ったんですかね。そうですね。そうですね。はい。はい。じゃあ早速いただきます。腹が減ってるんで、唐揚げまで。結構大きいんで、唐揚げは。はい。まずはこちらから。ありがとうございます。左利きで見にくいんですけど、いただきます。うん、めっちゃクリーミーだ。変な話、はい、僕ね、福岡博多で食べる豚骨ラーメンって、はい、臭いじゃないですか。そうですね、はい、これ全然臭くないですね、はいはい、やっぱりいわゆるその本土というか内地というか、はいはい、その方々にとってはあの臭みって好みじゃない方も多いですよね、きっと。そうですね、名古屋ではやっぱりこういう臭みのない感じの方が、ね、そうですね、はい。まあ、もともとがスガキヤラメンが好きですもんね。はい。いや、うまいうまい。ちょっと唐揚げも出ます。いただきます。うん。柔らかいですね、これ。はい。これは何番人気ですか？これが今、2番人気ですね。2番人気。やっぱり、豚骨ラーメンの店っていう形で来るので、はい、メニューには塩ラーメンもありましたけど、そうですね、はい、そんなにやっぱりね、塩ラーメンはそんなにいいですね、うん、はい、うん、やっぱりその朝のラーメンに関してはこれがやっぱりベースなので、はい、あ、そっか、すごい食べやすいというか、うん、はい、これにご飯と生卵がついてっていう感じなので、うん、食べやすいっていうので多分一番選ばれている。ここまだオープンして1週間ぐらいですけども、はい、やっぱりもう朝来ます。そうですね。まだビビッタの広告入れてないんですけど、はい、それでもやっぱり想定よりも多く来ていただいているので、はい、朝はこのラーメンにご飯と生卵がつくんですね。そうですね、はい、さっき実はね、足立さんに一回はけられて、はい、ガチで聞いてみたんですよ。はい、このつけ麺ね、はい、ものすごい好きでたくさん食べてきたけど、はい、正直言ったらどうなのったら、一番うまい。ありがとうございます。本当に。ありがとうございます。なんかね、他のところ辛くて、でもこれやっぱすごいクリーミーでうまいって言ってました。ありがとうございます。今日概要欄にお店のね、場所とか貼っておきますので、ぜひとも、味の地域っていうところの近くですので、はい、ぜひ、お立ち寄りの際は、いらっしゃってください。お願いします。実はさっきですね、動画を林さんに送ったんですよ、林社長に。たらもう林さんが、僕も伝えていきたいってなんかね、返信くれましたね。はい。必ず来てくれると思う。僕は連れてきますから。あ、終わりました。あと、七重マモも来たいって言ってました。はい、そうなんですね。本当です。あまりつけるよ食べられないっていう方、はい。思ったんですけど、ぜひ教えていただいて言われたんで。ありがとうございます。どうも、ごちそうさまでした。ありがとうございます。はい、どうも。
はい、ということでですね、どうもごちそうさまでした。いえいえ、とんでもないです。ありがとうございます。収録が9月の頭だったと思いますので、はい、まだ1ヶ月半ぐらいしか経ってないんですけども、はい、まさかこんなに早く、僕もね、はい、おっしゃってた、お店ができてるとは夢にも思わずに、びっくりしたんですけど、はい、ご自身でも動画見られたと思いますけども、はい、結構コメント欄はですね、はい、足立さんを応援する声って多かったじゃないですか。そうですね。どうですか、ご自身では。コメントもそうなんですが、はい、直接連絡がいただいて、はい、施設であったりとか、小学校であったりとか、そういうところに慰問にぜひしてほしいっていう依頼が、バンバン来まして。そうなんですか。はい、年内結構4校、はい、5校ぐらいは、はい、決まりまして。そうなんだ。そこで働きたいっていう子も、連絡いただいて。すごい、そうですか。ありがたい。いやー、それが一番です。いや、本当おめでとうございました。どうも、はい、本当に今もお客さんいっぱいだったんですけれども、実際にですね、はい、新しくお店出して、はい、これ今日何日目になりますか。グランドオープンからちょうど6日、はい、6日目、はいはい、ご自身の予想で言うとどんな感じでしょうか。今かなり上振れしていただいてまして、はいはい、ただ、うん、こっち側がまだ振り回されているような状態でして、うんはい、まだまだちょっと満足には至ってないなという感じですね、はい。今のところはまだ、足立さんも出てらっしゃるわけですけど、はい、いずれこれは人に任せていくでしょうか。そうですね、もう来週からは行けますので。じゃあもう一旦足立さんは赤池の方に戻るような。もう次のお店が、はい、決まっておりました。あ、そちらの方にももうじゃああんまり現場には入らない感じですかね。そうですね、はい、もうオープン時だけ頑張って手伝って。そうですね、はい。そうでしたか、はい、出てみてね、はい、結果は残念ながらナッシングだったんですけども、はい、足立さんなりに得たもの、失ったものみたいなのってあるんでしょうか。いや、もう得たものしかなくてですね、はいはい、やっぱりその先ほど話した学校から依頼が来たりとか、慰問に来てほしいとか、はい、そんな風にやってたんですねってお客様からすごい直接言われたりとか、はいはい、得るものしかなくて、はい、でプラス従業員からも、うん、本当に社長そうやって思ってくれてたんですねっていう、僕たちのことそうやって思ってくれたんですねって言ってくれたんで、はいはい、まあじゃあ一緒に頑張ろうぜみたいな、ね、こう一致だけとなったんで、はい、それしかないですね。ごやめの令和の裏の足立さんが大好きなんですよね。足立4話目までと5話目のギャップがすごかったですよね。本当にやっぱりあそこに行くとね、そうなっちゃうんですよね。そうですね。ね、はい、本当に。まあでも本当にこれもご縁だと思ってますので、はい、ありがとうございます。まあ、ナッシングにはなってしまったんだけども、はい、僕の気持ちとして、何かでちょっと応援させていただきたいのは偉そうですけども、思いましたし、はい、僕近くに住んでましたので、はい、またちょこちょこお邪魔もしたいと思います。はい、ありがとうございます。うちのメンバーとかにも宣伝をしておきますので、わかりました。はい。本当に今日ね、お疲れ様でした。ありがとうございました。林社長に一言だけ言ってもいいですか。はい、どうぞどうぞ。はい。出しといたらよかったと思いますよ。完全に、勝っております。いや、いい。もうね、僕からもしっかり早速伝えます。お願いします。はい。はい、ということで今日ね、足立さんのところにお邪魔してのロケ動画を撮らせていただきました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。20秒前も令和の裏も、おとせだれチャンネルへ、毎日配信、頑張るぞ。